2017年の名古屋モーターショーに出展されたトヨタ画像レーシング HV スポーツコンセプト名古屋モーターショーとは東京モーターショーが開催される年度に愛知県名古屋市の名古屋市国際展示場で開催されるモーターショー。1979年に第1回が開催され日本国内では東京モーターショーに次いで2番目に歴史が長い。1979年11月に 中部経済新聞社と東海ラジオ放送の共催により吹き上げホールにて前身の名古屋モーターフェスティバルが開催された。第2回開催の1981年からは開催場所を現在の名古屋市国際展示場に移した。1991年の第3回開催より名称を現在の名古屋モーターショーに変更した。 現在は3日間の開催で来場者数が約20万人となっている。近年では外国車メーカーにおいては、その年の東京モーターショーでは出店を見送り、名古屋以降の開催地から出店されるメーカーが多く、2009年開催の第16回開催では、東京では出店を見合わせた一部の欧米外国車メーカーが出店し、 ジャガー XJ シボレーカマロポルシェパナメーラ等がジャパンプレミアとなり、また2013年開催の第18回ではキャデラック CTS やシボレーコルベットが2015年開催の第19回ではアストンマーティンバンテージ GTS12 やフォードマスタングが2017年に開催された第20回ではジャガー E ペースがジャパンプレミアとなった。 第19回の主催と講演は次の通りである。ありがとうございます。